つもありがとうございます。パーソナルブレイクのマッサンですね。はい、バスケのレボリューションですね。レボリューションのインナーですね。まあ一応マッサンは分かってますけど、ご購入はマスターケースで購入されて、で、片方ね、パーソナルブレイクしてくださいということで、こちらを開封します。右上から順にこう上げていきます。よいしょ。今年はなんか封入が適当になってるっていう。今までこうきっちりね、レボリューションは、よいしょ。上から3、2枚、下から2枚。ね。4箱4箱だとして。っていう感じだったんですけど、なんか半径なくなったっていう。まあでもね、その方がいいですよね。いちいち管理してたら大変ですし。で、多分4箱ぐらいにこれ縮小ね、まとめて箱に入れておきますので、多分4つ分ぐらいでいけると思います。で、そこの空いたところにご注文いただいた用品等をね、ちょうど入るんじゃないかなと思います。レボリューション初めてですね。一応ね、激安、あ、逆なんだ。最近なんかこっち側に入ってるのが多いね。はい。エリートの、なんだっけ、プロレスとかもそうだったよね。下側から入ってるみたいな。お、シリアル？はい。お、ルーキーだ。ルーキーがここにいて、で、ルーキーのシリアルですね。うん。なんか遠目から見たらカイロレンみたいな感じの。アダムドライバーみたいな。99シリか。はい。一応ベースとシリアル。あ、こういう感じなんだ。じゃあ、わかりやすいんですね。もう、あ、ヤマさんのインサート。はや、何ヤマ、あ、またシリアルだ。そんな出んの？はい、ポール・ジョージだ。あ！ラバ臭い。ヤマさんが1枚来て、これラバっぽいよ。ラバでしょ。PG。おー、10シリ来ました。うん、綺麗ですね、ラバ。はい。お、しょっぱなこんな出んの？あ、で、さっきのシリアルの子ですね。で、フラクタルか。はい。RC マーク付きは RC でまとめちゃいましょうか。ね。はい。リベリーっていうの。はい。じゃあ、これでどんどん開けていけばいいんですね。はい。了解です。ルーキーカードは箱で4枚。2分の1かな。で、あとはこのパラレルのところでルーキーをなるべく引きたいというやつですよね。なるべくね。うん。はい。RC マークついてるのはもう、はい。あ、ルーキー来た。これでパラレルとかでヤマさん引いとくとね。っていうやつですね。まあ一応、今、ワンヤマさん。おヤマさんじゃない。はい、グループですね。っていう感じだ。じゃあ、逆さにして、こうやって開けていきゃいいんだ。うんね、ルーキー。お、またシリアル。箱3枚ぐらい出てくるの？お、ラスですね。99？ おお。1箱3枚シリアル出ましたね。おお、リフトオフか。スクート。大カット。はい、かっこいいですね。うん、で、パラレル。うん。あ、ドンチかっこいいね、これね。はい、これで1箱終わりました。4分ぐらい。ああ、早いね。サクサクいけちゃうね。多分サクサクいけると思いますって書いてある。そういう感じなんだね。ちょっと初めてだったんで、どういう封入形態なのか。これでいいよね。で、どんどん見ていけ。はい。ライブリーさん。お、ルーキーが結構来るね。かっこいいね。ジャンプマンロゴじゃん。GG ジャクソン。はい、ルーキー。シンゴちゃん。ルーキーですね。ゴベール。ルーキーだね。お、シリアル。はい。マレーですね。ホークスか。これキュービックですね。50。さっきは1箱からシリアルが3枚出ましたね。これもシリアルだ。で、お、ルーキーのインサート、ルーキーレボリューションのシリアルですね。ディック。75。あ、やっぱそのくらい出るんだ。3パ24枚か。あ、ヤマさん、スーパーノバ2枚目だ。ヤマさん。はい、順調でしょ多分。お、ルーキー。レブロン。ポール・ジョージね。うん。はい。よいしょ。で、3つ目。あ、今、ね、山さん、こう、インサートかかってますけど、本来だって、8パックしかないからね、これね。そんな、かかないでしょ。ルーキーカードだって、50人いて、ワンインナーケースで32枚しか出ないから、山さん出ないケースも、65% ぐらい山さん出ないでしょ、ルーキーカード。インナーケース開けても。マスターケース開けて 1.8 ぐらい、1.7 ぐらいでしょ。ね。いや、まあそう。はい。3枚目来た。3ヤマさん。3カード来た。インサートだってね、結構シリアル。はい。ラビーンのあたたた。インパクトだっけ。懐かしいな、インパクト。はい、ルーキー、ルーキー。うん。パラレル山さん引きたいな。でもさっきのフラクタルで、あ、山さん来たわ、よかった。はい。インナーで1枚出れば十分。2、3枚引きたいね。ちょっと後で入れとこう。これで4山。はい、4山。すごいよね。お、シリアルレイカーズ。はい、ルーキーの方だ。まあ、結果オーライ。はい。ルイスくん。99。シリアルの山さん引きたいよな。で、このお値段は間違えてないんで、はい。まあ、ね、マスさん分かってますけど、他のお客様のように、最低基準の価格っていうのが設定されてて、で、まあ、それより下はですけど、上は自由なんですよ。なので、まあ、言っちゃなんですけど、あれ、うん。うん。大体はまあ、うちのこのインナーケースの倍かぐらいで出せるんです。本来は。それでも、十分利益出てます。っていう。はい。なんですよ。なんですけど、こうアメリカの市場価格とか、その辺を見て、それに近づけたりとか、まあ、あとは、こう、ちょっと利益たくさん欲しいなっていうところは、上は、はい、いくらでも見ればいいですよっていう。はい。ただメーカーさんは上、いくらでもいいですよなんて言わないですから、この価格、ね、っていうところだけですから。はい。強制はしてないですから。なので、一箱ね、22,000円ですか税込みうちの場合。よいしょ。パニーニさんは今、こうね、数えるぐらいですけど、直接取引しているところ。一応表向きはみんな仲が悪い。コレクターの方々はね、分かってますからね。はい。ねえ。よいしょ。お店開けてた時もね、あ、シリアル来た。はい。お、またポール・ジョイシ。これはなんだ？これ初めてだな。これなんつうの？おー、初めてのネウトロン。ねえ。初めて出ましたね。ああ、こういうパラレルも増えてるんだ。はい。テイタム。で、グループ。お、アーメンの方。いや、ヤマさんのパラレル引きたいな。シリアル引きたいね。あ、お、ファイブヤマ来た。ファイブヤマ。すごいね。こんな引っかかんないよね。普通、多分。ルーキーだってこれ、ね。だいたいインサートであったとしても、15種類から20種類ぐらいのインサートでしょ？ルーキー系でも。はい。お、ルーキー。はい。よいしょ。上の段が終わりました。まあ、サインとかよりはもう本当、いかに山さん弾けるかどうかっていう問題になってきてるから。今年のパニーニはね、バスケットはね。よいしょ。まあ、未収集のサインとかはね、弾ければ嬉しいですけど。まあ、サインカード引こうと思ったら、どのブランド買ってもいいわけですから。よいしょ。山さんのルーキーは、ね、レボリューションのルーキーはこれからしか出ない。そっちを大切にした方がいいやつですね。はい、結構ルーキーもフラクタル。出ますね。はい。これかっこいいね。GG。ねえ。ルーキーパラレル出るんだけど。山さん来ねえな、まだ。はい。ブログダウンだ。ああ、結構動きますよね、バスケットもね。うん、シリアル。よきぞじゃない、ブセちゃんだ。ブセちゃん125。シリアルは2か3って感じですかね。ラビン。シリアル2か3でフラクタルとかがあって、これルーキーだ。テータム。あ、サインだ。はい。ルーキーね、デンバーの子だ。なんかデンバー3人ぐらいありましたよね。スパーズも3人ぐらいいるんだもんね。とりあえずサイン1枚出ました。シリアル。はい。ジャバリ・スミスは去年ですね。ルーキーやね。99。で、シリアル2枚か。まあ、2か3なんでしょうね。うん。エドワーズとギディ。うん。レブロンいた。よいしょ。まあ、今のところ、何かしらこう、山さん順調には出てますんで。まあ、インサートでもいいから、とりあえずルキアのカードを、ちょっとでも多く持ってた方がいいっていう。そういう選手の年って、そうそうないよね。そうそうないよね。シリアル。はい。マキシー君だ。よいしょ。うん。シリアル2か3だから、2816。16から18ぐらい出るのかな？20ぐらいいくのかな？これはルーキーじゃないね。まあ、3だ。あ、サインだった。はい。ハーバート・ジョーンズですね。これでサイン2枚目。上の段出なかった？下から集中して出んのかな？これルーキーじゃないね。うん。あ、ルーキーだ。よいしょ。一応届きましたらご確認くださいね。よいしょ。AD。フラクタル。はい。こっちはアーサー。うん。はい。ハリス。リベリックもいっぱい出るな。シリアルだ。はい。ターナーですね。はい。125。ルーキー。あ、黒いからね、ちょっとスパーズかな。お、ギャラクティックスクート、おー、はい。シリアルルーキーで、ギャラクティック来た。ここに入ってんだ。おお、いいね。スクートだ。うん。スーパーノヴァのギャラクティックどこにある？あ、ここにあるわ。お、いいね。はい。ね。この光り方でいいんです。まあ、山さんじゃなかったけど、まあ、十分でしょう。ルーキー。これはルーキー。八村選手はちゃんとレイカーズのね。はい。で、残り2個。早い。レボ大好き。早いね。最近こう、ね、どう見ても将来的に店長と組んでた方がいいだろうみたいな。店長と組もうみたいな。一緒にやりませんか？一緒にやりませんか？送るとこ間違えてないと思って。はい。よいしょ。ちょいちょい来ますよ。YouTuber の方とかね。うん。よいしょ。あと、アプリ配信系。うん。あと、オリパ系。うん。あちけって感じ。はい。カリーですね、スーパー。で、シリアルルーキーですね。あたたただ。インパクト。はい。ああ、もう個性いっぱいだね。アンドレ・ジャクソン・ジュニア。ね。うん、個性がいいね。強い。うん。ちょっと山さんラッシュは止まっちゃったけど、まあ今のところ5枚ぐらいは出てんじゃないかな。2枚ぐらい出ればってね、書いてありましたけど、白いよ。レデ？このルーキーでフラクタル。あ、レデだ。どなただ？ちょっと待って。まあこうやってね、店長こう、めくるじゃないですか。今の段階でももう老眼だから見えないですよ。画面に見るって。おうおう。オートグラフのフラクタルのドゥエイン・ウェイドだ。はい。これオンカードってあるの？おー。ねえ、ドゥエイン・ウェイドいるんだね。書いてんだね。よいしょ。あ、パラレルの山さんなんだな、あとな。シリアルでもいいから。シリアルでもいいじゃないか。シリアルなくてもいいから。はい。マレー。シリアルなくてもいいから。または、もう一枚ルーキーカード山さん引きたい。だよね。一枚引けてるから、もう一枚引ければ。まあ、ギャラクティックはね、ちょっとインサートでしたけど、まあ、ルーキー系の、で、しかもスクートだから。もう戻ってきてるでしょ、スクート。あとは、ね、監督とのそのね、プレイブックに合うかどうかですよね。モラント、マキシー君。ラストですね、それかね。うん、ラストです。どうだろうな。あ、ベインか。ベインもやっぱり、ね、身体能力、すごいですね。やっぱ出てきましたね。レブロン。はい。で、河合さん。山本さん、来ねえかな。来ねえな。ウエストブルック。あと4パック。うん、ルーキーなんですけどね。フラクタルルーキーですね。ブランドン・ミラーでしたっけ？あ、ブランドン・ミラーか。ね、ホーネッツ。あ、サインだ。全然気づかなかった。はい、ルーキーオットですね。クリス・マレーですね。ポートランド。100シリ。フラクタルだ。ウェイドも100シリってことかな、じゃあ。ね、いいっすね。うん。シリアルオートが2枚ってたのか。うん、シリアル。ジャレン・ジョンソンはルーキーじゃないよね。はい。125。あと2パック。あ、ちょっとポートランド寄りになってきた。あ、シリアル。あ、ルーキーでしたが、はい。まあ、ルーキーのシリアルだったんで。うん。はい、ディックさん。めちゃくちゃ出ましたね。シリアル、やっぱり。20枚ぐらいいってそうだな。最後は、ヤニスと、はい。ブラックさん、ルーキーだよね。そうだ。グループだ。うん。はい、ということで。で、店長のスリーブに入れて、ね、くださいということで了解です。まあ、このままね、グレーディング出したり、できますんで。それも、まあ、他のお客様も、コメントに書いておいてくれれば。ちゃんと、まあ、やりますんで。まあ、めちゃくちゃ忙しい時とかはあれですけど、まあ、今、結構、セーブしてるわけではないですけど、常に忙しいですけど、できる時はちゃんとやりますんで。で、時間ない時は翌日にしちゃいますんで、その辺は、はい。お客様との信頼関係で。よいしょ。ね。うちのスリーブと、このロングスリーブね。うん。うちのローダーとぴったりなんですよ。ちょっと宣伝するわけじゃないですけど、結構利用者増えてます。はい、で、このままね、ローダーに今入れてますけど、取り出して PSA 送ってもいいしっていう。CGC じゃないのかよって。ちょっと突っ込んでほしかったな。突っ込んで。ね。うん。まあ、そうなんですけどね。まあ、2年後に備えたファナティックスさんの企業的な構図がだんだんね、見えてきましたね。ここ最近ね。ヤマさんで、ギャラクティックで、ルーキーパラレル、ここに置いていけないのか。これルーキーじゃないもんね。で、サインと。どの道入れて片付けますんで。すごいね、でもね。やっぱシリアルこのくらい出るね。ヤマさんのベースが人気になっても、やっぱり生産数は増やさないですね。アニーニさんは。ヤマさんは初めにポン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 と5枚ぐらい出て、多分、そこで止まっちゃったかな。まあでも、8箱で結構ね、ルーキーカード1枚ちゃんと出て、マキシか、ルーキーじゃない。だったら全然ありかなという感じです。ね、ほら、開封してる時間より片付けの方が時間かかるでしょ。そうなんですよ。案外こう、パーソナルブレイクってね、まあグループブレイクもそうですけど、開封してるより片付けと発送の時間の方が明らかに、はい、開封時間より倍ぐらいかかるんで、いつもね、開封して、で、片付けて送ります。ありがとうございました。って切ったりするでしょ。そっからこのぐらいこう時間かかって、開封の倍ぐらいかかって、カード片付けて、で、梱包するんで、ほんと1時間に2、3人ぐらいしか、頑張ってもできない時とかもあるので、普通に。プロダクトによりますけど。ね。ちょっと若いのに何人かこう、ね、このビジネスに興味ある。ちょっと、こう、ね。話してもやっぱり、考え直しちゃうね、みんなね。結構大変だし、うん。叩かれるし。普通にやってても叩かれるし。結構尻込みしちゃうね、やっぱりね。だからまあ、他店様は本当ね、実店舗展開で、実店舗に来るお客様、ね、中心相手にして、グループブレイクとか下手にやって、こうね、企業価値を下げない方がいいような気もするんですけどね。もう、時代的な2年後の流れとかももう決まっちゃってますから、変にやってもとは思いますけどね。よいしょ。はい。ということで、ヤマさん結局5枚ですね。まあ、ただ、あ、スーパーの場だけこれパラレルで他は1種類ずつ出たんだ。あ、すげえな。おー。一応パラレル1個スーパーの場のフラクタル。この上だともう、シリアルになっちゃうんで。で、シリアルないものになると、ギャラクティックしかないんですよ。フラクタルの上って。あ、すごいね、じゃあね。ある意味。5カードやめちゃう。うん、8箱で。ねえ。ちゃんとベースも出たのも大きいと思います。はい。インナー開けても出ない。倍が多い。で、シリアルですけど、いっぱい出ましたね。ルーキー7枚。あ、6枚プラス、ギャラがスクート。ねえ。うん。で、ベテラン系のシリアル。もうちょっとルーキー系偏ってほしかったな。PG が2枚か。まあでも、スクートのギャラがあるからね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17枚のシリアルですね。やっぱ 2. 点ちょい平均。で、サインは、ちゃんと4枚出ました。はい。ね。下段から4つ。今年はランダムらしいので、箱の入り方も。まあそこまで管理してないんでしょうね。うん。はい。まあサインちゃんと出たんで、プリズムよりはいい。はい。じゃあこちらで、発送明日になりますので、お受け取りよろしくお願いします。はい。また片方の方ね、ご自身で開封されたら教えてください。ありがとうございました。